技術力派？筋肉マンって運だけで買ってきただけじゃね。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。こいつ運だけで買ってきた弱い超人なのに実力者から評価されてて嫌い。筋肉すぐるの竹田すれ。いろんな超人に影響を与えてきたくせに卑屈すぎる。では久々にマスク狩りと行こうか。楽しみですね。季節の風物詩潮干狩り、キノコ狩り、そしてマスク狩り。運だろうが何だろうが勝てればそれが全て実力があっても負ければクズ。ロビンを見ろ。スグルに3回も負けたのに正義超人のリーダー面してるぞ。でもロビンマスクはかっこいいだろ。サダハルおじさんにボコられてるロビンを泣きながら称賛するスグルは立派な大王だよ。普段卑屈で自信なさげなのに決めるときはバシッと決めるからみんな落ちるのだ。おい、以降にこう思ってるのはいくらなんでも自信がなさすぎるだろ。正直ボアーなしでもめちゃくちゃ強いですよね。いいよね、新シリーズ主人公最初の試合で決して友情パワーや大技頼りではない、そのしっかりした技巧派レスラーであること示すの。こうして見るとみんな結構負けてるな。毎回負けるときに外的要因用意されてるテリーが珍しいくらい。ネメシス戦に関しては同じ筋肉族かつ比類なき才能と実力があったからわしじゃ無理じゃ。ってなるのもわからんでもない。実際ネメシスがプライド優先して自爆したから勝てたとこあるしな。新シリーズでは口うだうだ言ってもあっさりリング上がると思ってたから、ネメシス戦前夜にガチ夜逃げしたのはちょっと意外だった。考え込ませると良くないのかな。スイッチが ON するまではヘタルンじゃ入ればボアする。いろいろとサダハルは重すぎるだろうしな。運だけじゃ悪魔将軍に差しで勝てないだろ。大井編の時点でカジバ抜きだったから、ミキサー第2角戦以降カジバ復活まですの状態で戦えてたからな。そりゃ心臓もおかしくなる。しかもそう葉っぱかけてくるのが本来なら格上の実力者だしな。強者メンタルになりきれないのが弱みでもあり強さの源でもあるから難しい。普段はビビりだけどいざとなったらこの豚面がめちゃくちゃ格好よく見えるから不思議だよな。実はというまでもなくその豚面はマスクなんだ。なんならネメシスの豚面もマスクなんだ。言い方悪いがスグルの自信のなさはちょっと病んでるとこある。長年にわたりダメ超人呼ばわりしてきた一般民衆が悪い。肉世界の一般民衆は党も悲観だからな。あいつらのモラルが本当に低い。今は修正されてるけどアメリカ遠征編で片足のテリーマンねとか罵倒してたし、真由美と委員長のエキシビションマッチでブーイングするような奴らだし、いや組み合って終わりはちょっと。はぁ、アイアンクローをブリッジでこらえる手汗握るあの熱湯を。スグルもロビンぐらい真剣にむちゃくちゃやれる精神力が欲しい。これに対しての態度も仲間によって個性出るのいいよね。ロビンはキレる、坊主は諌めつつ一定の理解は示す、ネプは本気で言ってると理解したら殺しにかかる。自由超人としての才能には欠ける。坊主も自分への不信感だとどっこいだからな。坊主は老いたちもスグルよりだから。サダハルおじさんについてはスグルがヒール側の人間だったからやる気が出なかった。サダハルおじさんも救わなきゃいけないことに気がついて火がついた。テリーはスグルへのライバル心もあるんだけど、怪獣退治編からの付き合いで一緒に馬しかもやってる距離感だから無二の親友だわ。そういうもんって言われたら仕方ないけど、多い争奪戦を経てもあの弱きっぷりはちょっとなんとかしろって気持ちになる。20になるまで生きてこれたのは良かったとは思う。自己肯定感や自己評価はそこだが、子供だから万太郎も割と似たようなメンタルなんだけど、リングに上がってもしばらくへたれてる万太郎と比べると、リングに上がってしまえばちゃんと試合できるスグルは強い。直系の孫なんだから似てて当然なんだよな。老いたち考えるとよくヒーローやってくれてるなってレベルの迫害はされてるからな。しかもダメ超人時代から一貫して人のために戦ってるのはすごすぎるよ。承認欲求で行動したりはするんだが、最終的には他人優先するからな。代名詞の筋肉バスターがメタられ続けたのが自信のなさにつながってるのではないかと時々思う。改良版バスター編み出せてよかった。
面ロビン・ウォーズー氏とかを自分より微妙に上に見てる説があるからタッグ組むにはちょっと向いてないけど、テリーなら対等に組める。時間超人は生まれながらに持つ持たされた目的がアレすぎるけど、存在そのものは割と同情できるし、個人として見ると邪悪な感じのやつはそこまでいないから二段階発動はできそう。まあでもね、メハルおじさんロビン面に立てしたから逃げたくなるのはわからんでもないよ。テリーはマッスルドッキングに使えるくらいにはバスターも使えるんだよな。テリーの相手ってマウンテン以降まともに試合にならなかったモーターマン戦除いて1000万以上の奴らばかりだし、毎回パワー勝ちしてるような。今知ったんだけど、学研の図鑑のやつまた出すのか。ジャンクマンの作者はまだ関わってるのかな。ラーメンマン、バッファローマン、悪魔将軍とかの案を出した子たちって一生それを自慢してもいいの異様を成し遂げてるよね。超人募集でジャンクマン採用された子が学研の社員になって図鑑作るのいいよね。ジャンクマン買って嬉しかっただろうね。テリーはジェットローラーシー遭難発も食らって全身粉砕された後、モーターマンに一方的に殴られて試合後にマッスルスパーク食らっただけでリタイアせざるを得なくなったから、非力。始祖編の完成度はマジでセイマジー。アウミートがいれば万全に戦えるんだがノー、残念だがノー。今回のアニメの範囲だとテリーは初戦で出番終わりか。せいぜい第一陣までだろうし、全員一戦して終わりだろう。あやつバーサスマウンテンからの第二陣で終了だね、これだと。テリーは車椅子の少年とのエピソードが良かったというか、子供ボコボコにしてる金骨マンがやばい。逃げ癖なんとかしろは本人が一番なんとかしたいだろうに周りから言われるのは辛かろう。育ちだけで言えば、ジャンプの他の主人公や闇落ち勢とも張り合えると思う。ディープオブマッスル読むと変身ウォーズマンの選択に深みが増すよね、ステカセ。パロスペシャルの天丼でバカか。おめえは、当然すぎた。定期的に読み返したくなる単行本化してくれんかな。バカかおめえはー。あのシーンでなんでスグルとの戦いの時に負けたか理由がわかるところがいいね。あれも単行本に収録してほしい。今なら教官とガンマンの試合で泣いちゃうかもしれん。教官の亀の甲羅を踏みつぶすシーンの絶望感がすごい。腹から踏めばいい、背中まで貫通。一発の火力で言えば熱々ジャンククラッシュは作中最上位クラスと言っていいと思う。ペインマン様のプチプチ全部破壊するんだぜ。ペインマンのダンベル、ペインマン。やってやりましたぜ。という表情のジャンクマン。ジャンクマン好きだったから買った時は嬉しかったな。子供の頃に読んで応援した気持ちが蘇ってきて懐かしかった。貞治様を救え方面なら慈悲でかー。と光ってくれただろうが、そんなことより周りは王子はすごいんだから自信を持ってほしい。令和でネプチューンキングの姿をしっかり描写してたし、もしかしてガンマンの姿も一瞬あれになりそうで、そこまで話が進むのが楽しみ。本編でちゃんとオーバーボディしたブドウと違って知らないおっさんはノイズすぎるだろ。私はドジで強いつもりなだけの超人。誰も私のことなど待っていない。作者的には筋肉マンは決して完全無欠のスーパーヒーローじゃないってところは一貫してるところみたいだからな。ネメシス戦前で逃げ癖が出た時はまたかとは言われたけども、リングに上がりさえすればへの突っ張りはいらんですよ、で立ち向かえる。海外にいるのにわざわざ日本で暴れてる怪獣退治しに来て、結果的にベルトを失うドジな超人。よく考えるとあれが最後の怪獣退治なんだよね。さっきからスグルがレスしてない？心に愛がなければスーパーヒーローじゃないの差を体現しすぎるダメ超人。最初期の頃はむしろ自信過剰でやらかしたり周りにいさめられたりしてたのに、他の実力者たちに会ってから反動がすごい。教官の読み切り面白すぎたから読み返したいんだけど無理なんだっけあれ。単行本化されてない読み切りも増えてきたから、そろそろ単行本化してほしいのー。読んでいたら一巻丸ごと読み切りの巻があって嬉しかった。みんなとスパーやる話が良かったし、安直に全員を倒したりしないところも良かった。誰が強い弱いとかじゃなくて、お互いに全力を尽くすから勝ったり負けたりもするのいいよね。ジ
ジャンププラスで筋肉マン連載してるところから見れるぞ。読み返しにはポイント使う必要あるけど。坊主に励まされたのになおも逃げようとしたところはちょっと呆れたから本気で葉っぱがけに来たネプを応援してしまった。プリズムマンが好きになったあいつあんな口悪かったっけ？ノリがスプリングマンみたいで好き。バカかおめえは、はちょっと面白すぎた。マナ弟子のおもちゃ超人二人殺されて泣いちゃう。悪魔将軍の腕を押し返しながら過去一発行する王子よいよね。いつもは対戦相手一人だけだけど将軍とザマンの二人を助けないといけないから出力が2倍なのかもね。多い変ツッコミどころはあったけど最後みんな楽しそうに牛丼食ってるからいいか。ってなった。悪魔将軍がトラウマになってるのに誰よりも強く光り輝いて止めに入るスグルはさ。身はめっちゃ細かい技術あるってのはいいんだけど割とダーティーなことやってるってのは余計だった。俺もプリズマン好きだけど色々抜きにしてもプロレスに強打つは攻撃と即死ビームがメインのやつはどうなんだよハゲ。あのグロ試合見た後でラーメンマンにサイン頼む子供結構やばい。オメガ編も超神編も時間超人編もアニメやってほしい。こいつ漏らしやがった。で完璧超人の門を叩くのを思い直したラーメンマン。最近6総括編を読んだけどアリステラにけなげさに泣いたわ。一応パパもオリンピック優勝者のはずなんだがな。レフェリーも超人なら生き返る余地がある。金消しとか全盛期は本当にすごかったなってなる。金消し復刻したやつ集めてたけど世代外れだから俺以外持ってるやついなくてひっそり楽しんでた。ディフェンドスーツは多い編アニメで見たら返り血で真っ赤になったデザインかっこいいなって。でもあれサタンクロスの返り血なんだよな。なんか汚い。アシュラマンのも混じってるぞ。指定返り血だ。ロビンは真剣にやってるんだ。の読み切りって単行本に入ってたっけ？なかった気がする。こないだ公開されてた筋肉バスター秘話と共感してかせ話と合わせれば単行本出せるようにはなりそうだな。ネタ的にはゆでの本音だからな。肉でジャンプの強力なライバルに勝ったけど他は泣かず飛ばずでずっと肉やるしかないというなかなか自信がつかない。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。